もともよです。今日は宇都宮市にあるベルモールさんに来てます。宇都宮青年会議所さん主催のイベントに出演させてもらいます。今日は一緒に頑張ってくれる、どうも、うすみです。よろしくお願いします。はい、普段は17ライバーとして活動しているかずみちゃんと今日は頑張ってきます。頑張ります。じゃあ、なんで膝負けてんの？いや、かずみちゃんに合わせると私多分顔が切れちゃうね、私が。ああ、なるほど。はい、今日の例会を通じて情報の送り手として、また受け手としてどのような意識を変えていくべきなのか、子どもたちにどういうふうに教えていくべきなのか。間もなく登場です。これ何、ここから出るの？ここから出る、こういう自分でガラガラってやるで、じゃじゃーん。まずね、ちゃんとやることやってから文句言った話ですよね。そうです。私は言える立場じゃありません。私がなんか言える立場じゃないので。アリーナでもちょうど引退です。倍ぐらいになってる。バーン。バーン。ああ。ああ。ライブの前ってアイドルのファイトオーみたいな音やな。エンジン組んで。負けないぞ。オーなんとか勝とうか。で。全然合ってねえ。この余裕さがないからね。サラサラでーす。さ、ああいうカップルにさ、あいつ何やってんだろうなとか言われるでしょ。ああやって手つないで音楽が来ないし。ゆるいな。ありがとうございます。サブクしていただいて。はい、自己紹介をします。佐藤カメラで YouTube 配信をしてます。 YouTuber のともよです。お願いします。 YouTube っていう動画配信サイトがあるんですけど、そこでカメラを使うとこういう風な写真が撮れるよっていうような動画を配信してます。声もかけられてます。ありがとうございます。今日もちらほらかけてもらってありがとうございます。岩井かすみです。私はモデルとか女優とかやらせてもらってて、今はいつのライブっていうアプリで今配信してます。よろしくお願いします。はい、先生、どういう機械を使ってやってる感じか教えてもらってますか？動画が撮れれば何でもいいんですけど、今日は後ろで、皆さんの後ろから撮ってます。私が可愛く映る感じ。パナソニックの GH5S っていうちょっと高めの、今私はジンバルっていう素晴らしい器具を借りてて、すごいんですよ。これブレなくて、手ブレ欲しいみたいな、すごいらしいんですよ。でそれ借りてるんですけど、基本は家で配信してるんで、スマホさえあれば気軽に配信ができるようになってます。炎上っていうのは投稿することによって、みんながそれはないだろうとかね、悪い造語ですか、悪口言われて、こういうのなんですけども、こういうことをしないようにとかね、気をつけてるとか。悪口を言われたら炎上ですか？そうそう、全部炎上です。気をつけてることは、まあ、できるだけ可愛く映ろうかなって思ってます。今炎上するよ、それ。そうそうそう。人の悪口は言わない。そう、カメラに向かって喋ってるので、いろんな人が見てるんだぞっていう意識が立って撮ってるときは擦れてくると思うんですよね。だからそういうのを考えながら、それはまあ炎上しないんじゃないかなって強い心で。楽しいときは楽しくなっていろんなことを言っちゃいそうになるんですけど、目、前にこれは全然大丈夫なのかとか。あ、そうだよね。写真を撮って投稿するときとかも、リアルタイムでは投稿しないようにしたり、気を使っています。 SNS で配信とか YouTube をされて、実際に怖かったこととか、今までありますか？まだ怖かったっていうことはないんですけど、実際にどこかで会ったときに、友達さんですかって言われるのはすごく嬉しいんですけど、あの時あの場所にいましたよねって言われるのはちょっと怖いので、皆さん何見かけたらその撮れますし、あちらの方に行っていただければなと思います。はい、長い間ありがとうございました。
サイン会するんですよ、サイン会。サイン会するんですよ。サイン会します。これあのマイクのスポンジが汗くっついちゃうんで、ちょっと話してもらっていいですか。ないですか。誰も来てくれないな。今日配るノベルティは、友よのサイン付き生写真です。誰ももらいに来てくれないな。これあの、かすみちゃんが分かった、私が分かって並んでもらえるか。そうだよね。来ないよね、それ。ありがとうございました。